年4月23日木曜日の木村よしこの気になる銘柄です。皆さんいつもご視聴大変ありがとうございます。当日の時間は今日の23日木曜日9時7分収録時間でございます。さて今日のテーマは健康シルクロードの真実、米中ガチンコ驚愕の論点と題しましてお送りいたします。さて月刊誌のタイトルにこのような文字が躍るようになりました。まさにこの状態ですよね。昨日新型対策専門家会議が記者会見されましたね。その中で新指針が示されました。すなわちこんなことでした。ゴールデンウィークに国に帰らないでね、帰省しないでね、オンラインで親と話してください。スーパーへは家族で行かず一人ですよ。ジョギングは空いてる時間帯で行ってね。買い物はオンラインでやってください。飲み会もオンラインで。お食事はレストランに行かず宅配や持ち帰り食で対応してください。そして高齢者の方もできるだけ遠隔医療で先生の指示を仰いでください。ヨガ筋トレは動画でやってください。すなわち室内でですよ。仕事も在宅勤務で。会話はマスク着用で短く距離をとってね。これではまるで引きこもり推奨ですよね。一番喜んでるのは中国ではないですか。あくまでも五輪阻止、私たちに仕事を失わせ、経済力を疲弊させ、そして筋肉まで、人間との会話、楽しい集まり、こういったものすべてを禁止する尾身先生、一体経済を、人間関係を、コミュニケーションをどのように考えてらっしゃるんでしょうか。引きこもりになっていると健康にも悪いと思いますけれども、尾身先生はどのようなお考えなんでしょうね。尾身先生の前歴を調べてみますと、世界保健機関西太平洋地域事務局の名誉事務局長でいらっしゃいます。あ、事務局長といいますとこの方がいらっしゃいました。テドロス・アダノムさん。この方大変中国に親しい感情をお持ちではないかと批判されておりますけれども、 WHO ご出身ということでいろいろ考えさせられますね。このような人間力を失わせるような感染対策っていうのはちょっと私は行き過ぎてるんじゃないかなと感じるんですけれども、専門家のご所見としては仕方がないのでしょうか。さてトランプさんは日本も WHO を叩けとおっしゃっていますよ。安倍さんはその専門家会議 WHO 出身者をいただいているわけですよね。大丈夫なんでしょうか。そういえばトランプさんは2016年大統領選挙の時のスローガン、国連ビルを返せとおっしゃってました。なぜならば多くの国連の派生機関のトップは中国共産党幹部によって占められているからなんですね。さてその中国、第13次成長戦略でパートナーシップ外交を推奨されています。パートナーシップ外交の正体を考えてみたいと思います。新型〇〇〇が中国の武漢で顕在化いたしましたのが2019年11月のことでしたね。それから中国が取った驚くべき行動をオーストラリアのモーニングヘラルド3月26日特集号で記事になっております。流行ったら、私だったらまず、その同胞のためにマスクですとかね、ゴム手袋ですとかを準備するのが普通だと思うんですけれども、中国が取った行動は世界中に散らばっている中国の企業、人に現地にある医薬品、マスク、ゴム手袋、防護服などを買い集めて大至急中国に送れと命じたんですね。あ、そういえば私ドラッグストアでタイレノールが全く手に入らなかったという動画をアップしましたけど、背景にはこれがあったんですね。そしてそれを自国の国民に使うのかと思いきや、いえいえ、中国は健康シルクロードの構築の名目で、皆さんお困りでしょ、私たちがマスクを差し入れますよという外交をしてるんですね。そのバーターとしまして、ファーウェイを使ってくれるのが条件ですよ、なんて言ってるそうなんですよ。セルビアは EU になかなか加盟できずに孤立しております。そのセルビアに、封を共にする普遍の友人、
セルビアよと題しまして、中国の医療チームが3月21日の夜に首都ベオグラードの方に到着いたしました。大統領や保健大臣、国防相らが頭を上げてつま先立ちという最高位の敬意を表して、中国からのチャーター便に敬意を表したんですね。すごいですね。マスク外交ですよ。そのことを記事にされている川口満恵美さんがいらっしゃいます。コロナ危機に EU 救世主面をして忍び寄る中国習近平さんの狙いやいかにということなんですね。さて、その中国ですけれども、この間その患者になった方、肺が傷んでたんですね。その結果ですね、いくら薬を使ってもですね、肺が傷んでるからなかなか病気が治らなかったんですね。そこにですね、肺を臓器移植して見事復活した方がいらっしゃいました。この方は共産党の幹部の方らしいです。そこでこの記事が思い出されますね。デイビッド・マタスさんという方が、ギルガーさんとガットマンさん3人でですね、中国における臓器移植に関する調査を行って、2016年最新報告書でですね、中国政府発表の公式数字をはるかに上回る大規模な件数の臓器移植手術が行われていることを指摘したんですね。このことは本になっておりますので、まあ Amazon で注文してみようと思ってみますと、品切れですね。誰が買い占めたのかな？誰の臓器が提供されているのかなということが大変問題になっております。そこでクローズアップされますのが人権問題です。新疆ウイグル自治区や中国が禁止している信仰者のものが使われているのではないかということが、金がね指摘してされている中、2018年10月4日、ハドソン研究所にして、ペンス副大統領が人権問題としてこれを取り上げました。そうしますと、このブーメランがやってきた。牧師の問題を暴露されてしまってるんですね。やられたらやり返す。中国はそういう強さがあるんですね。さて、トランプ大統領、もしも、あのウイルスをパンデミックとして混ぜたのならば、報いを受けるべきだろうとおっしゃっています。これが4月の19日の記者会見の段階での話なんですね。そして、賠償責任に関してこんな記事が出ております。ミズーリ州が中国を提訴いたしました。4月21日、ミズーリ州の司法長官が声明を出しまして、新型の拡大で中国政府や中国の党に対しまして、損害賠償を求める訴えを連邦地方裁判所に起こしたんですね。訴えでは、感染の発生を告発した人物を拘束し、情報統制をして、我々に多大な不利益を被らせたではないか。20日までに少なくともミズーリ州では5800人がかかってしまいましたし、177人が亡くなりました。経済的な損害は数十億ドルに上るとして、中国政府などに賠償を求めたんですね。もちろん、57代の州知事はマイク・パーソンさんで、現職のこの州知事は共和党の方でいらっしゃいます。この動きが全米から広がってくるものと思います。もし応じない場合の制裁は、中国が持つ米国債の電磁的焼却による無効化ですね。これは国防権限法で法的根拠がありますので、ボタン一つで中国が持っているアメリカ国債の焼却が行われる。これはやられたらもう大問題になって、中国とのガチンコになっちゃいますよね。また、この一番の方法は究極のカードですから、そんなにポンポン使っちゃうと、殿下の宝刀が抜けなくなりますので、これは取っとくと。一番やりやすい方法は、中国から被った損害分、被害分を関税上乗せする。これもいい方法じゃないでしょうか。さて、皆様がこの動画を見てくださるのは23日の15時以降ですので、このニュースは
後追いになりますけれども、相場にどのように影響したかを検証する意味で見ていただきたいと思います。まず原油が 40% 以上の値上がりとなりました。それを受けましてニューヨーク株式は上昇しまして、株にも日本株にもいい影響を与えているものと思います。しかし先物はちょっと安いので、まあ小幅反発というところでしょうかね。為替は107円後半に入り、各企業はこの病気のためにですね、一時帰休をお願いしたり、また家賃が払えないお客様に対しまして、待ちますよということを打ち出している企業もあります。こちら CSR 投資にはいい話ですよね。またパソコンの出荷台数が 28% 増加。アメリカでもネットフリックスの視聴率が伸びていることと、アマゾンの工業績に結びつくような物流がありましたので、このパソコンの出荷台数が伸びていることも相場にいろいろな影響を与えてくると思います。またですね、人気雑貨店が破産してしまいました。あまり経済を縛ってしまいますと、自粛を優先しますと、このようなことが日本でも頻発すると思いますので、ぜひ政府もですね、適度な WHO の指針に従うべきところと、ちょっと距離を置くところを作ってもらいたいなと思いますね。あまりに命優先してしまいますと、経済の方が先に死んでしまいまして、心を病む方、本当に立ち行かなくなる方が増えて、もう止められない経済恐慌に突っ込んでいくと思いますので、経済も回していただきたい。アメリカトランプ大統領支持者のようにデモを打つような人が出てくるのではないでしょうか。さて、22日の終わり値と23日の終わり値、比較していきたいと思います。今日の23日の相場は皆様いかがでしたか？おそらく22日のチャートを分析する限りでは、19,689 円から 19,200 円どころの間になるんじゃないかなと思いますけども、ボリンジャーバンドのプラス1シグマの周辺をうろうろする相場展開ではないかなと思います。そこで銘柄なんですけれども、まあ、このような銘柄に注目しております。9090の丸和運輸機関ですね。こちらですね、ドラッグストア、や食品スーパー向けへの事業が伸びておりまして、また EC 関連ですね、まあ、通信販売の取扱量も増えております。分割を消化しまして、なお、売上は非常に大きく伸びておりますので、こちらも注目したいなと思って見ております。そしてですね、こちらですね、今の丸和さんがちょっと株価展開が急激に上昇しているのが気になる方は、カタログ販売商社のアズワンに注目してはどうでしょうか。7476です。こちらはですね、配当が167円。そして100株買いますと、まあ、93万円も必要ですので、10株ですとか、これ株式累積投資で10株だったら買えると思いますし、またネット証券ですと1株から買えますので、まあ、こうした会社ですね、7476アズワンのような医療機器などのカタログ販売商社に注目してみる手があると思います。そしてですね、また医療介護分野に特化したクラウドサービス事業などをしている本当にまだ買いやすいタイプの株もあります。PR は若干高めですけれども、まあ、PR はですね、例えばこういう考え方をしてみたいと思うんですね。成長性がある程度見込められる分野であれば、将来的に収益が上がって PR を押し下げていく効果となりますので、まあ、このカナミックという会社にも3939注目してみたいなと思います。ぜひですね、投資の参考になれば嬉しいです。そして、まあ、中小企業向けの業務ソフトも必要ですよね。経営上利益は増収増益ということなので、こちらの銘柄は円高にも強いですので、まあ、クラウドソーシングの大型株となりますと、この4733のオービックがいいと思います。分割をしておりまして、なお配当が増えているということに注目して、100株買っていただきましても40万円台ですから、まあまあ4480円の
100株で40万円台ですので、手堅くいく方、保守的な方は4733のオービックが向いてるのかなと私は思います。さて、木村よしこの気になる銘柄、今日のお話はいかがでしたか？チャンネル登録をいただきますと、また明日の動画も速やかにお届けできると思いますので、よかったらチャンネル登録の方もお願いします。まあ私の仕事はですね、証券会社ですとか IR セミナーなどの基調講演が多かったんですね。まあ3密に結構近いビジネスモデルですから、皆様と直接お会いしてセミナーの講師を務めさせていただく機会は、まあ1年後ぐらいになると思います。ぜひその間、動画で私のセミナーと同じような内容のお届けをしていきたいと思っておりますので、ぜひチャンネル登録をしてセミナー代わりに聞いていただければと思います。それではまた明日、今日もお元気でお過ごしください。